皆様こんにちは。私たちは、さん、はい。mydreams.jp です。よろしくお願いいたします。いやはい。それでは、私たちの自己紹介をさせていただこうと思います。じゃあどうしようかな。今日は何でしょうか。何を聞こうかな。何でしょうか。じゃあ今日は好きな飲み物を聞いていきな聞いていきたいと思います。じゃあ自分の好きな飲み物を答えて自分の名前をお願いします。そっちを先にっていうことですね。そっちを先に、はい。なんて言うんだろう、ほうじ茶なんですけど、多分ほうじ茶ってたくさん種類があると思うんですけど、あやたかの種類のほうじ茶がとても好きです。はい、前撮りナンバー21番さくら、おすかわどっちだ、ごめんなさい、こっちのちょっと細川さくらです。よろしくお願いします。はい、好きな飲み物はピンクのいちごミルクが好きです。いちごミルクが好きな22番の菊池風花です。よろしくお願いいたします。ふーちゃん、はい、今度ライブしようね。はい、好きな飲み物は牛乳です。毎度日ナンバー23番の関川智奈です。よろしくお願いいたします。牛乳好きって言ってちょっと嬉しくなった。好きな飲み物はタピオカです。前撮りナンバー24番熊木まりなです。よろしくお願いいたします。まりなちゃん、まちゃん。はい、好きな飲み物は紅茶です。特にロイヤルミルクティーが大好きです。前撮りナンバー26番山田花です。よろしくお願いいたします。ありがとう。好きな飲み物は黒糖とタピオカ、あ、なんだっけ、黒糖、あ、タピオカミルクティー、黒糖タピオカミルクティー、あるよね、それ。あ、うん、そう、それが好きです。ハッシュタグじゃん。前撮りナンバー27番内藤環奈です。よろしくお願いいたします。はい、好きな飲み物はカプチーノです。おしゃれ。28番のモレス・アンジェリカと申します。よろしくお願いします。はい、カフェラテが好きです。前撮りナンバー29番の村田姫香です。よろしくお願いいたします。はい、好きな飲み物はオロナミン C です。前撮りナンバー30番の本田真由香です。よろしくお願いいたします。はい、山田の予防に答えていただきありがとうございました。ありがとうございます。それでは次の曲に行きたいと思います。聴いてください。何にでも牛乳を注ぐ女。何にでも牛乳を注ぐ女。
しくだぜ。実は高校の頃からすっごいあの歌が好きで、もう歌詞見なくても分かるくらい大好きだったんですね。 それで牛乳を注ぐ女役を偶然いただいても、この役こそお任せくださいって感じでドヤ顔でやったんですけど、ちょっと私は一緒に踊ってくれたみんなに物申したいことがあります。
ちょっとさ、あの最後にさ、牛乳ってみんなでさやる牛乳のポーズをさ、アンジェリカとふーちゃん撮ってみてくれる？そう、これよ、私のイメージはですね、もうこんな大きい壺に牛乳が入ってる、もうこういうイメージなんですね。みんなの何このちっちゃいかわいい牛乳、これじゃしめさば唐揚げ缶じゃけちゃんに牛乳数注げないでしょって思ったんですよ。違います、あれは4次元ポケットと同じような仕組みになってるんです。そうだったんだ。そうだったんです。参りました。そうですか、ありがとうございます。はい、あ、ありがとうございます。でもね、でもね、大きいのも大きいので素敵よ。ありがとう、ありがとう。ちょっといっぱい注ぎたいなと思って。そう、ユニットのみんなできたかな、お着替えできましたか、いかがでしょうか。まだそうです。ちょっと何も聞こえない。じゃあそれぞれみんな牛乳にかけたら美味しいものを一つずつあげてください。牛乳にかけるんですか？牛乳をかけ、牛乳をかけたら美味しいもの、牛乳かけたら美味しいもの、はい、王道のチョコフレークとか。あ、間違いないですよね。間違いないけど、私はご飯。いける、いけます。白米牛乳をかける。いけます、いけます。いける、いける、いけます。仲間いた。試したことあるけど、私はそんなしてちゃう。え、食べられる人います？おー、あれ、素晴らしい、素晴らしい。あんまり最近牛乳を飲まないんですけど、前は納豆にかけてました。なんか美味しいよって。そっちの方がマイノリティじゃない？いや、白米かもしれない。え、これは牛乳を注ぐ女的にはどうなんですか、白米に。あの、ちょっとどっちもどっちであんま美味しそうじゃないかなって感じですね。現場からは以上です。アンジェリカは？ブラックコーヒーに。ブラックコーヒー、牛乳。カフェラテがないとき。カフェラテ。なるほどね、美味しいね。それは王道だね。まゆちは？え、寒天。え、牛乳寒天存在すんじゃん。あ、だから牛乳寒天。牛乳寒天に牛乳をかけるの？牛乳寒天に牛乳をかけて、牛乳、牛乳寒天みたいな。え、もうマシマシでいいよ、牛乳は。マシマシで。牛乳マシマシで、つゆダクダク。それ、ね、うん、個性あふれるメンバーですけど、お着替えどうかな、どうかな。あ、オッケーで、やった。はい、それでは続いての曲をお聴きください。ホトラ溜めちゃった、ごめんなさい。乗り込めてラブラブラブや、汗ばむほど近くにいたい、二人になろうラブラブラブや。季節のせい、あなたのせい、まるでクリームのように、胸の奥が溶けていくの、夜にも溺れたい。ラブラブや、どんな時間、どんな日々も一緒にいたい。ラブラブラブ、大人になる、そんな
部に時々はリトルロンリーだけど無邪気なあなた見れば My remember myself It's hot love
しくチンチロチンチロリン、春夏秋冬、風が吹くたび鳴る風鈴、浮かぶ故郷の花があったんですよ。ですあったじゃないですか。ありましたね。16時45分からできるよっていう風になったの でその時間にめがけてちょっと、白さん学校長のあたりの方までちょっと用事があって行ってたんですけど、うん、そこから、20分ぐらいに家出て家じゃなくてその用事のある場所から来るんですよ。あ、45分までに行きたいと思って小走りで行きます。小走りで行ってなんと2回ほど道を間違え何回ここんがこ来てるの100回めっちゃ真ん中来るのが初めて。そうだね。じゃあ そっから来るのが初めて。しょうがない。じゃあ意外と方向音痴。2回ぐらい。あ、2回ぐらい。初めてではなかった。なんだっけ、
あのすごい自信満々にあっちだーと思って行って違うって言われて。すごい決断力のある方向音痴、うん、聞いたことありますね。うん、にあ乱太郎みたいな。あ忍たま乱太郎ね。言っちゃった。言っていいの？言っていいよ。コンプライアンス的な。あ大丈夫大丈夫まだ大丈夫まだ大丈夫です。はい、歩行音痴なんで、あ地図も危ういんでちょっと、うん、私も地図苦手、ね、地図読めない ね、平面とね立体じゃ違うもんね。そう、わかるわかる、ね、それはめっちゃわかる。ちょっと Z 軸ちょっとよくわかんないかな。どうだろう、どうだろう、私のお話は以上です。でもね、まだまだなんだな、多分、まだ、拍手いただきました、はい、やったー。いや、良くない。良くないね、良くないね、ある？お、ある？あ、そうです。あ、あ、そうなの。でもね、ちょっと学んだな、うん、それ。じゃあ来てから、うん、来てからジリちゃんも会そうかな。はい、あと、あ、なんかあるかな。なんかある。はい、はい、私いっぱいあるね。え、いいのかな。いいよ、いい。あのね、友奈ちゃんのインスタグラム見ました？誰か見た人いると思うんですけど、あ、ねえ、ねえ、ねえ、もう私見た瞬間になんかあみたいな変な声出して悶絶したんですけど、猫のね、そうなんです、家族が増えたって言ってはーって一人でこう見て、なんかわーってなってるんですけど、そうです、猫、あの前からっていうか去年の6月ぐらいからあの猫飼ってて、そしてまたいつだ3日前4日前とかに、そう、あの新しい猫ちゃんが来ました。めちゃくちゃ可愛かったです。っていうね、ありがとうね、紹介してくれて。触りたい。今度ね、うち来る？行く。おいで。ありがとう。ちょっと近いから。ありがとうございます。ぜひ。あ、来る？オッケーかな。来ちゃう。オッケーですね。おいでー。おいでー。おいでー。わー。熱烈なタックルをいただきました。はい、じゃあ、はい、お願いしようかな。はい、ジリちゃん、はい、お願いします。はい、じゃあ次の曲は新曲です。この曲は私が通っている国際外語観光エアライン専門学校の丹田先生がマイドリーザサードのために作ってくださった曲です。丹田先生がこれまでにも春歌と夏歌を作ってくださいました。ということは、もう今回のタイトルをお分かりかと思います。それでは皆さんでコール、あ、タイトルコールをお願いします。私がせーのって言ったらタイトルコールをお願いしま す。それでは新曲を聴いてください。せーの、秋歌。言葉
消えてしまうもの。
たっけ。頑張って頑張って。はい、秋歌と夢のかけらを聞いていただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。次の曲に入りたいと思います。次の曲で最後になります。次に歌わせていただく曲は、本日2曲目の新曲となります。タイトルはズンバという曲です。この曲はダンス系のエクササイズで、示す言葉なので、皆さんも一緒に楽しく踊って一緒にちょっと真似して踊っていただけたら嬉しいなと思います。それでは聴いてください。ズンバ。
これで以上になります。はい、今なんて言ったの？どうしたの？あれ？はい、これで最後の曲だよね、はいはい、そうですよね、はい、以上、マイドリームスドット JP でした。ありがとうございました。ありがとうございました。
踏みつきをきごあ踏みあはい踏みつきをご覧いただきました。この曲は私たちの小の卒業生が作詞作曲していただいた曲です。小以外の方もNSG カレッジリーグなので私たち全員の先輩にあたる方がことを作っていただいた曲です。大切にこれから歌わせていただきます。ありがとうございました。ありがとうございました。それではここでお知らせコーナーです。お知らせ担当の菊池風花です。まずは特典会のお知らせです。今回のマイドライブから新商品ポストカードが販売されます。これは私たちメンバーが数名ずつ NSG カレッジリーグの各校に行って、様々な施設や様々な衣装で撮影したものです。1セット3枚入りでメンバーの個人写真2枚とツーショット写真が1枚入っています。1セット500円です。このポストカードは毎月変わりますので、ぜひ集めてください。詳しくは販売スト そのことについてお話をします。はい、ポストカードの撮影、いろんな、4校に行ってまいりまして、まず私と花とカンナは、NITF さんというファッションの専門学校にお邪魔したんですけど、この建物の3階の学校なんですけど、あれですね、あんまりこれあれだね、今でもなんだっけ、ファッションショーの衣装を着させていただいたんですよ。すごい衣装がたくさんあってね、いっぱいあったんですけど、その中から私たちに似合うものを学生の方にピックアップしていただいて着させていただきましたね。みんな可愛いよね。可愛かったね。可愛かったよ。可愛かったね。なんか撮ったんですよ。それをなんか見返してたら、なんかハニャコは一つも半目とかないんですよ。ずっと可愛いんですよ。ずっと可愛いんですよ。全部は。言っていい？私の半身率 50% だよ。いや、一枚も残ってる。なんかね、もう一つね、奇跡的な写真あってね、私と友奈が二人で半目で真ん中で、真ん中だっけ、うちが真ん中だったの。で、私がね、そう、こっちね、隣にいてね。で、ハニャクがめっちゃスマイルで、めっちゃ可愛いです。めっちゃ可愛かった。で、隣二人が半目っていう、ね、もうなんかすごい珍しい。ずっと可愛かった。で、ね、あとサクポンと、はい、私ゲームしてきたね。なんだっけ、あのゲーム、あのボコボコにするやつ、なんだっけ、ファイナルストリートファイターズ、かな。なんかね、本当にね、操作するやつがね、ガチのねやつでね、ポチポチしといた。そうそうそう、四角いの、なんかレバーとかついてる？丸いレバーみたいなやつと、ボタンがなんか8個ぐらいある。あとなんか左手でなんかガチャゴチャしてて、こっちでパパパパパってすったよな。すったよな、あれは本当に。なんかね、いい勝負でしたよね。いい勝負でした。いいでしたよね。最初全敗したけど、そうね、途中強かった、ね、うん、キャラが強かったから。ちょっと最後のさ、こんななんか全然みんな話して盛り上がるの。そうね、次は私と姫ちゃんで、ウィッシュさんに行ってきました。国際ホテルブライダル専門学校さんで、
あ、それまあそれはまあ、あのあれかな、うん、やっぱりそういうの欲しいよね、欲しいよね、やっぱり。でも全部言っちゃうとね、まあ、お楽しみにということで、こちらはね、楽しかったよね、楽しかった。うーん。そうね。言っちゃって大丈夫。アンジェリカと私でアンジェリカの学校のエアーの、場所をお借りして、何になったか言っていいのかな、言わない方がいいかな、言わない方がいいか。でもね、楽しかったよね。なんかエアーにあるなんかエッフェル塔とかのパネル、なんかスカイツリーみたいのにいっぱい立ってて、それでもう撮影が楽しすぎて、それでなんかめっちゃアジリカと遊んだりしてて、すごい楽しかったです。はい、以上です。はい、ではまた恒例の本日限定ブロマイド日付入り2種類を1枚500円で販売させていただきます。ぜひ本日の記念にお買い求めください。次にみんなで記念写真のお知らせです。ご好評いただいている私たち全員とお客様との記念写真を今回も行います。一般的な時期よりも一回り大きい真四角サイズのインスタント写真です。料金は1枚につき1000円で、特典会のチケットが2枚つきます。本日の記念にぜひ一緒で、ぜひ一緒にみんなで写真を撮りましょう。ではここで一つご案内ですが、今回より撮影スピードを少し早めさせていただきます。特典会のお時間を長めに撮らせていただくためにもご協力のほどお願いいたします。続いて前撮り写真集のお知らせです。カメラマンの馬場さんが撮影された写真によって制作された写真集第3弾を本日も販売させていただきます。定価は2000円で、特典会チケットが2枚つきます。直接馬場さんコーナーにて販売いただきますので、こちらもぜひぜひよろしくお願いいたします。それでは最後にお知らせです。皆さんにビッグニュースです。なんと前撮りザサード CD 発売が決定しました。次回12月21日のマイドライブより発売開始となります。収録曲は空が綺麗とざわめき、日々のイノセンス、そして前撮りパレードザサードです。次回のライブでは前撮り恒例の CD 開封の儀などを行う予定です。詳しくは後日ツイッター等にてお知らせします。以上、お知らせのコーナーでした。ありがとうございました。はい、ここでちょっと交代させていただきまして、実はですね、皆さんにちょっと見ていただきたい映像があるんですよね。ちょっとまたそちらにメンバーを邪魔させていただいていいですか。すいません。じゃあメンバーのみんな、またこの前、前回みたいに。お邪魔します。再生ですが危ない。
誕生日おめでとう。好き。あなたを旦那方だ。なんか大好きだよ。ねえ、やどんだ。というサプライズでした。はい、ありがとうございます。おめでとう。ありがとうございます。いつの間に。そうなんです。あのこの前のね木曜日あのライブに出てていなかったからその時に泣いちゃう泣いちゃっちゃうの？泣かない。そうこの前の木曜日に撮ったんです。みんなで。ありがとう。いや、よかった、喜んでくれてね。素敵な19歳にしてください。ありがとうございます。19になりました。みんなマイクにこもさせて、あのなんだろうね。違うよ、なんかね練習してる時に下に置いてたんだけど、で私からってなった時にやっぱせっかくだからねマイク持った方がいいかなと思って私からの引き継ぎました。はい、すいません。さすがです。はい、はい、というわけです。はい、じゃあ次の歌にちょっとふーちゃんが、はい、それでは続いては2曲続いてお聴きしていただきたいと思います。前撮りナンバーの歌「空がきれい」お聴きください。どうぞ。マイドリナンバー27番。
Thank you.
空が綺麗を聞いていただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。ぜひ次回のマイドライブもお越しください。それでは本当に最後の曲になります。夏の香り、秋の苦さ、冬の色、春の音を手に包んで歩く、いつだってただ一人きり。夏の匂い、秋の甘さ、冬の白、春の歌を空に弾いて走る、どこへ行こうも止まれない。Thank you.
イドライブボリューム23にお越しいただき誠にありがとうございました。ありがとうございました。次回のマイドライブは12月21日土曜日です。またのご来場お待ちしております。それでは最後のご挨拶をさせていただきます。皆様とご一緒させていただいた私たちは3杯マイドリームスト